皆さんこんにちは、はるあんです。今日はピーマンの肉詰めを作りたいと思います。ピーマンの肉詰めはなかなか難しいと思われがちだと思うんですよ。種がピーマンから外れちゃったり、あーってなっちゃうから難しいと思われるかもしれないんですけども、私結構ピーマンの肉詰め作るのが上手なんですよ。自分で言うのもなんなんですけど皆さんにお教えしたいと思いますので、動画を最後までご覧ください。では早速作っていきましょう。まずピーマン、今日は2人分の分量、ピーマン大体3、4個分の分量をご紹介します。で、うちは4人家族なので2人分かける2倍でピーマン今日は7個用意しました。ピーマンを半分に切ります。そして半分に切れました。そうしたら種を取っていきます。こんな感じに、ちょっとボロボロになっちゃったけど、まあ、大丈夫。こんな感じにちょっとここら辺のヘタも、白い部分も取ったりして綺麗に剥けました。これで OK です。これをあと残りの分やっていきましょう。ピーマン全部できました。そしたら次は肉ダネを作ります。玉ねぎ、玉ねぎは中から大2分の1個です。ヘタを切り落としてみじん切りにしていくんですけど、私はフードプロセッサーを使おうと思います。別に手でも全然大丈夫です。玉ねぎみじん切りにできたのでボウルに入れていきたいと思います。どんどん材料を入れていきます。ボウルに玉ねぎ入りました。次は豚肉のひき肉を 250g 入れます。うちで、我が家ではフードプロセッサーに豚こま肉とか、今日は豚こま肉入れたんですけど、あと豚ブロックとかを入れてミンチにしてから使ってます。入れます。玉ねぎの中にね、入れていきますよ。自分でお肉をひき肉にすることでやっぱりお肉の風味が良くなると思うし、美味しくなると思います。うちは餃子もこういうひき肉料理は全部自分でひき肉にして使ってます。ひき肉はだからあんまり買ってないんですよ。じゃあ次は調味料とかを入れていきたいと思います。はい、卵1個です。卵入れていきたいと思います。次はパン粉です。パン粉は約 20g です。次は塩コショウと、あったらナツメグです。塩コショウともに少々です。ナツメグパラパラーっと振りかけて。でもなんでナツメグハンバーグとかに入れるんですかね。あんまよく意味がわからない。胡椒、それからお塩です。少々ね、少々。次はマギーブイヨンを加えます。普通に売ってるコンソメでもいいし、このマギーブイヨンでも全然 OK です。これは2分の1個包丁で砕いて入れていきます。次は牛乳を大さじ1杯加えます。はい、すべて調味料を入れ終わりました。まあ中見ても適当ですよ。そうしたらごま混ぜ合わせていきましょう。ぐにゃっとこんな感じで混ぜ合わせていきます。混ぜ合わせられました。ちょっと粘り気が出てきたかなというぐらいでいいです。適当でいいです。そうしたら生地を平らにして生地作りも完了です。では肉ダネをピーマンに詰めていきたいと思います。肉ダネを手に取ったらぐすっと取ります。そうしたら、はい、肉ダネ入れていきます。隙間にがなくなるように指を肉ダネをこう突っ込むようにして、指をどんどんギュッギュッと押していきます。指をギュッギュッと、はい、詰められました。結構こんもりさせます。あ、肉ダネを詰めていってください。ピーマンに肉ダネを詰め終わりました。そうしたらフライパンを用意します。オリーブオイルです。オリーブオイルをフライパンに大さじ2ぐらい引きます。ちょっとくっつかないようにね、たっぷりめに引いて、フライパンを中火に加熱します。温めていきます。フライパンが温まってきたので
今の肉詰め入れたいと思います。はい、この時はここの肉ダネのこっち側を下にして焼きます。ギュッて、その時ギュッて押さえちゃダメです。ふんわり置きます。肉ダネがね、ふんわり持続するように。はい、こっちを下にしてふんわり置きます。今置けました。焼き色がつくまで弱めの中火です。この時ポイントなんですけど、あんまり様子を見たくなるのはすごくわかるんですけど、なるべく触らないことです。触らないことでピーマンのズレが、ピーマンと肉ダネがズレないでガッチリとなるので、あんまり触らずに我慢しましょう。で、本当に焼き色がついたと確信が持ったら裏返していきます。はい、焼き色がついた感じがしたので、確信が持ったのでひっくり返していきたいと思います。あ、ついてるついてる、ほらこんな感じ。はい、ひっくり返します。はい、ひっくり返しました。全部そうしたら蓋をして焼く、今の弱めの中火、中火と弱火と中火の間の火でだいたい4分、中までじっくり火が通るまで加熱していきたいと思います。はい、焼き上がりました。はい、ピーマンの肉詰め出来上がりました。どうですか、美味しそうでしょう。全然外れなかったです。やっぱりポイントはよくあんまり触らないこと、ギュッとピーマンにしっかり肉ダネを詰めることなので、皆さんもまあレシピ通り作ってみてください。一度は多分外れないです。今日は洋風で作ったので、ケチャップとかソースとかがすごく合うと思います。ケチャップ、自家製ケチャップのレシピも動画でアップすると思うので、ぜひそれも合わせて作ってみてくださいね。